こんにちは、ザツです。今回は九州は博多に来てます。お客様から急遽呼び出されていきなりの出張でした。別に怒られに来たわけではございませんので上司と一緒に宿泊です。三井ガーデンホテルというところに来ました。場所はですね、博多駅から徒歩10分程度の位置になります。中洲と博多駅の中間点くらいの位置になります。奥にドーミーイン見えてますね。立地的にはなかなかいい場所にあると思います。こちらも結構いろいろとホテルがありますので特色を出してました。チェックインしてます。今回は上司の手配のためなかなか手際が違いました。ご用意をしております。コードキーなんですけれども、はい、エレベーター乗られる際とこちら13階大浴場に行かれる際に必要となっております。大浴場タオルの用意ございませんのでお部屋からお持ちの上ご利用願います。ホールのチェックアウトのお時間ですね、26日明日の11時までとなっております。とにかくご不明な件などございますか？ないです。はい、ありがとうございます。何かございましたらグラント内線お目印までご連絡ください。はい、お待たせいたしました。はい、待ってます。チェックインも完了しお部屋へ向かいます。上司と一緒ってのがなかなかですね。内緒ですが皆さんはどうですか？ということでお部屋に来ました。テレビは40インチあります。で、除菌スプレーですね。なんかちょっといい匂いがするやつですね。それでパナソニック製のあります。でここの中にはレモンかけと、これはランタンかな、震災用のランタンとかそんな感じですかね。あ、そうだな。それでアイロンがあります。珍しいですね。で金庫があって、で使い捨てのスリッパで、ここの下には冷蔵庫があって、あ、水が置いてありました。4本あります。で冷えてます、中はちゃんと。で引き出しの中には USB の充電器と、鏡と案内がありますよ。ここは、まあ、ちょっと長ったらしいやつがいっぱい書いてあります。で電気ケトルとコーヒー、ここは下にメーカーがないのでコーヒーがありました。で、煎茶があります。で、これがなんかかっこいいですね。ものすごく綺麗になってます。ライトアップされてますよ。かっこいいです。で、山笠ですかね。かっこいいですね。電気一つ一つなんかこだわりがあるみたいな。すごく広いお部屋です。で、今回はツインルームのシングルユースということで撮ってくれました。これをどうやって使おうかなと思います。一人なんですごいですね、広い。で、ベンチもあったりします。ベンチの横には電気のコンセントと、これはランかな、ランですね、仕事に使えます。で頭のとこにも、電気とスイッチ類で USB の、コンセントがついてます。こちらは普通の時計で、ここもダイキンの22度ぐらいしとこうかな、そんな寒くない、ここは九州の福岡なんで。
でこっちの方は電気が少ないかな。電気少ないですね。という形になってます。この椅子だいたい最近どこでも置いてあるんですけど、どうやって使うんでしょう。椅子靴を履くときに使うかな。でクロスのセンスがものすごくいいですね。広くて綺麗です。ということでもうですね、夜の更けてますんでお風呂に入って寝たいと思います。ここはなんと、大浴場があります。大浴場夜もちょっときついので朝入ろうかな。でここには普通にユニットバスがあります。よいしょ。どうも綺麗ですね。かっこいいですね。ユニットバスは大きいですよ。広いですよ。で温泉がついてるんでほとんど使ってないかな、もしかしたら。でトイレは最新式のトイレ、パナソニック製のドライヤーと、シャワーキャップ、ひげ剃り、歯ブラシとブラシですね、と耳かき、ゴムバンドで、ボディタオルですね、と洗顔フォームと手洗い。コップも2つあって2人用のお部屋だということですね。でシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。これはメーカーは花王です。レアーナというブランドになるみたいです。という形です。さあゆっくりして明日の朝を迎えたいと思います。ありがとうございます。ございます。今は6時ちょっと前なんですけど、6時から、6時から大浴場が使えるというので、今から大浴場の方へ向かってみたいと思います。それでは行きます。
ちょっとお部屋の備品で気になったのがありまして、この袋が、机の上に置いてありました。で、マスクティッシュ用の、で袋なんです。で、密封してゴミ箱を捨ててくださいということでした。これはすごいですね。従業員さんを思いやった仕様です。私も昨日のマスクはこうやって入れて捨てます。まあコロナ対策ですね。すごい気の利いてるサービスだと思います。よいしょ。おはようございます。今、6時53分でもうそろそろ、出なきゃいけないんですけども、このホテルですね、ものすごくゆっくりできました。で、なんつっても部屋が広かったです。一人で使わせてもらったんですけど、二人用の部屋をやっぱりゆっくりしてますね。ただ一つ分のベッドはちょっともったいないかなという感じでした。それでビジネスホテルとちょっと違うのは、このクロスの感じとか、このディスプレイ化されたコップとか、ここのとこすごいよく考えられてるというか、綺麗な、感じがしてですね、ちょっと驚きました。よくできてる。ここのとこは本当ビジネスホテルと、ちょっと変わった形がします。それで一つちょっと面白いのがと思ったのが、このお水ですね。普通はペットボトルだと思うんですけど、カンカンで用意してくれてまして、キリンが作ってるんですね。 340g です。静岡県で焼津市で作ってると。なんか富士の天然水みたいな感じですかね。軟水ですと書いてあります。そのまま飲めるということですね。硬水、これは面白いですね。初めて見ました。これでお湯を沸かしてコーヒーをいただくという形でしょうか。よいしょ。あとでコーヒーでも入れようかなと思います。それでは行きます。それでは部屋を出たいと思います。一晩ありがとうございました。